はい、どうも皆さん、こんにちは、カオルです。で、今回もですね、カオルの3分動画チャレンジということで、ジャグさんが発表いたしました、2023年フライオンポイントボーナスキャンペーンについて、今回は皆さんにお伝えしていこうと思います。さあね、毎年恒例となっておりますね、ジャグのフライオンポイントボーナスキャンペーンということで、来年2023年もですね、5000フライオンポイントをね、ジャグさんが配りますよということですので、ぜひね、この登録方法とその概要について皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ、来年 JGC 修行を控えている方には大変重要な情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。Let's go!はい、ということでね、3分しかないのでさっさと行きましょう。ということでね、初回登場2023年フライオンポイントボーナスキャンペーンということで、JAL カード会員がね、キャンペーンに登録の上、そう、ここ重要ですよ。必ず登録の上、JAL グループ便に登場していただくと、初回登場に対して5000フライオンポイントあげますよというキャンペーンでございます。そして、キャンペーン期間に関しては、来年の1月からね、12月末までという風になっておりまして、この登録期間が本日からでございます。そう。2022年12月20日から来年のね、大晦日までという風になっておりますので、ぜひね、この来年 JGC 修行される方にとっては、ぜひ必ずキャンペーンを登録の上、こちらのね、修行を行っていただくようにお願いいたします。そして、ね、キャンペーンの登録はこちらからということになっておりますので、必ず自分のね、ID、パスワードで自分の JAL カードマイレージをログインした後に、こちらのね、キャンペーンの登録するボタンを押して、こちらのね、キャンペーンを登録した後に JAL 便に登場していただくようにお願いいたします。こちらの登録を忘れてしまうと、5000フライオンポイントを逃してしまうことになりますので、必ず登録の方お願いいたします。なのでね、来年2023年も実質4万5000フライオンポイントで JGC 修行を下達できるという条件になりましたので、ぜひね、来年2023年 JGC を目指している方にとっては必須のキャンペーン登録という風になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またね、前回の動画にもあげましたけども、2024年、再来年ですね、再来年はもう JGC の取得条件というのが変わってきますので、この今の現ルールでね、修行できるのは来年がラストチャンスとなっておりますので、ね、こちらの動画も合わせて見ていただくようにお願いいたします。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。本日はですね、JAL が発表した2023年フライオンポイントボーナスキャンペーンについての概要でございました。ということで、このチャンネルでは JGC 修行、SFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたい方にね、何か一歩きっかけになるような情報を配信しておりますので、もしね、この動画が面白かった、役に立った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント欄、グッド評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、私、アブダビで買ったね、このドバイの T シャツなんですけども、そのね、なぜ私がこれを買ったかというね、動画もですね、今後出ますので、私の旅動画もぜひ見ていただきますようによろしくお願いいたします。それではね、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。